あー、毒ってるね。134。あー、これ、ちま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 やればもう。もう、勝ったかもね、これはね。勝ったかもしれない。どうも、エルザです。それでは、ダークソウルやっていきたいと思います。さあ、今回も公開収録。あのね、ちょっとぶりにさ、どうなんだろうと思って、帽子取ってみたのよ。そしたらやっぱ、死ぬごとに人じゃなくなってくみたいで、あ、ちょっとね、お面かぶって、ちょっとでもかっこよく、ね、まあ、鎧の下だったら、かぶっとけばね、どうにかなるんでね。前回ね、ちょっと収録してて、散歩してたのよ。そしたらね、ちょっと一つ、踏んでしまって、なので、また行くことがあれば、ここは話はやろうかな、ます。いやーねー、なんでわざわざ説明するかというと、まあ、あそこに、あやつがいたわけですよ、デーモンが。で、デーモンを、ちま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 また指で倒して、で、あと、まあまあ、いいかと思って、進んだら宝箱からミミックが出てき、巻き倒、終わったという。まあ、またね、こういった時に同じ話をかなと思います。さあ、前回、覇王を倒したところだね。お、冷たい谷のイルシール。あ、ということで、イルシールの直径持ってるけど、あ、じゃあこれ先進むんだ。じゃあ、ちょっと戻って、それこそ、あ、まだあるわ。このデーモンがいたところ、行こっか。行っちゃいます。やばい。やばいやばい。意外と難しいんだよね。うん、いっぱいもらうと。2000ぐらいもらえるからね。これが階段になってるのよ。よくできてるなぁと思って。で、このまま左に行って、右に行くと、ここに、デーモンがいたわけですよ。なんだけど、なんだここと思って関係ねえだろうって探して、やってたら、関係あったルートだったらしくて、で、ここに、ミミックいました。宝箱。やっぱダメージ受けるか。ここね、そうっす。ああ、一撃で倒せるようになると楽なんだろうけどな。イエーイ。片方はまだ。おお、なんか急に。復活の仕方よね。いけ。下段してると、やられるから。回復しっかりして、おお、バッカブは取れない。あ、取れたわ。えい、オッケー、ゲット。で、そのまま下に降りる。があると。で、これまでだね。で、アイテムもゲットできたって感じかな。なんかね、こっちが正解とは思わないじゃん。え、立ち。
攻めていきますか。いやそうだね、まだ室内をごちゃごちゃ行くのが正解かわかんないけどね。イルシールの方もあっちはあっちで行ってみたいよね。ってことはあれか、直剣、イルシールの直剣か、あれ持ってたやつがゴロゴロ出てくんのか。いやでもあの四つん這いで追っかけられるのは嫌だよね。あ、ヒロリの湖。ヒロリでいいのかな、確かに。あ？でさ、めっちゃくちゃなんか撃ってる音するよね。はい、かけろ。いんてー。ああ、心臓リワリー、マジで。わあ。ああ、しかもなんか出たよー。いいってー。え、そっちからか。抜けれる？なんか見た感じ3回っぽいね。3回投げれば休憩みたいな。おうおう、上か。壁だね。そうそうそう、木の後ろにいればな、いればどうにかなると思った時があったな。あれしんどいね。あれはしんどいね。この状況で どうにかしないといけないはしんどい。上に行ける方、ああなんか回ってるね。はいはいはい、あそこ行けんのか。でも、あ、行けそう。あー、あっねー、怖すぎるわ。あー、どうしよっかなー。ここよし、何が出る？おー、光る。そうそうそう、うい、あ、ちょっちょ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 、えいえい、よし。これより先はなんか塊って出たね、今ね。あれ取った瞬間上からなんか来るとかそういうオチなんでしょう。なるんやけど。あけら。あけら。え？俺だけ？逆に何もなさすぎて怖いんだけど。何もなかったらしいね。ラッキー。そこ出てくるでしょ。やっべえの出てくるんだよな。
あって、なんかわかんないけど、縦出た。あ、すり抜けれるね。抜けよう抜けよう。とりあえず抜けよう。で、ボスだし、そこ。面倒だな。カケラゲット。おー、なんか扉ある。いい感じだね。わかんないけど、わかんないけど。ちなみにさぁ、ビリビリ音するんだけど、こいつ猫で倒していいよね、さすがにね。あー、全然減らないじゃん。これはちょっとおかしいね。どっかで、ああ、戦わないとな。だからちょっとソルなくしてもいいように一回。ペラ上げて、しよっか。希望としてこいつ吹っ飛ばしてくれんかなと思ってる。おお、びっくりした。ここまで届くのか。いてぇ。ここら辺いたら、おお、びっくりした。あ、当たってる当たってる当たってる。行くい、行くい。はい、とどめ、ナイス。でも遺骨が手に入った。よし、いや、逃げろ逃げろー。ほい、見る、行ってみよっかな、せっかくだし。あ、ポスペア。これか、ライフ的に雑魚で気をつく。いや、ボス。あち、あっつ。あっつ。壁ちゃんと使って。炎だけど、あれ？あれ？あっち、それが熱いだけ。ドン。うわー、やばい。それはなんか嫌な気がする。円で、ね、真ん中に行って帰ってきて、まるで津波のようだね。もう今で避けた。ナイス、俺。
そうね、一発出かけりゃいけるな。あ、でもフロストバイトは入んないね。一回100ダメぐらいだったもんね。普通までの感覚短すぎない？やべやべやべ。マジか。ね、まず先にこっち欲しい。で、ロックオンしたいわけです。攻撃パターン増やす。あーでも、あーなるほどね。それだったら。ヒルシールの方がいい。判定が変わるからわかんねえな。これがね、さっきまで全然当たってなかったのに当たり始めてしまった。ポリビでライフ上げてみよっか。よし。なんか白い。ここでもあ、呼んでみよう。霊体を召喚。後ろが怖い。あ、来た来た。あ、大沼さんよろしくお願いしまーす。無知か。なんだろう。ちょっと不安になって今。あ、来た！大沼さん。大沼さんもダメージ食らってるよ！大沼さん。あー、じゃあ残り火はそういうのがあるわけね。え、炎、あー、炎に炎じゃなかった。ははははは。大沼さん大丈夫かなー。あー、大沼さん。やるんだ、大沼さん。魔法、おー、なんだろうな、魔法っぽいよね。お、毒じゃん。腕バンコンボで死ぬところだった。あー、毒ってるね。134。あー、これちま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 やればもう勝ったかもね。これはね、勝ったかもしれない。勝ったかもしれない。ごめんなさい。
ああ、そこ当たんのか。あ、でも毒こうやって見ると強いね。ずっと入ってるもんね。こっち来ないかな。モンハンみたいに尻尾剥げないかな。あー、大沼さん大沼さん、マジでっか。いっ、あち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 。でも、焦らずちゃんとやれば、いける。あー。小沼さんは毒状態にして終わったね。逃げれてんだしなぁ。いや、毒切れたね。広いなぁ。ダメってよか。これやばいよね。逃げ場なくなる。逃げ場ない。逃げ場ない。いい。あー、なんで離れたかな。まあ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 、パンチじゃない、パンチをしてる場合じゃない。待ってくれ、待ってくれ。両手持ちしないと何も意味がないんだよな。画面がわからん、マジで。もう、それきつい。最後、もう使おう。いや、ブレスとあれされたら、何もできないもん。うわ、つい。帰ってくるんだよな、あれ。いや、マジであと進行は1上げて、超回復覚えよう。これだけでもだいぶ生存率変わる。逃げよう逃げよう。早いね、動きがね。嘘でしょ。
無理。よし、ゴー。マクブレスはなく、で、そう来るよね。いやーでも、なんだろうなー、結構ね、デーモンの攻撃に、パターンに依存してる気はするね。結構ね、無理やりなのが多いからさー、こういう風にね。なんか最大攻撃が6回になったりとか、めちゃくちゃ変わるな。難しいね。で、大沼さんがね、こっち来るんだよね。あれきついな。後ろから多分やられるだろう。これがね、間に合わないね。あ、それは卑怯。それは卑怯だよ。あ、逃げ場なかったもんな。これね、内側から来てくれると一番楽なんだけどね。あ、行かない方がマシか。大沼さんの命は、これ少ないねー。ちょっと待って、あー片目バシャバシャバシャ、引っかかる引っかかりすぎ、引っかかりすぎ。よし、あぶねー。いやー卑怯やなー、芝絶対近づけないマンして、上から落としてくるのは。いやー、どう
え、外からだよな。あれ？ちょっと毒にかかってるからか。なんか嫌な予感がする。だからさ、あーやっぱ倒したことになってるわー。いやらしい。範囲広すぎだろ、バチバク。あー、マジかー。嫌いよ、ボスの中でもー。回収行こう、回収。まあ一応手に入ったものは手に入ったからね、よかったんだけど。いやらしいねー。3万。はあ、2万2千もらったのか。倍くらいかな、レベルアップ。いや、2回いけるね。A。ああ、そっか、これじゃダメなのか。あ、それで魔法が使えるから。これで回復ができるね。あー、3回分くらい？あ、3回分回復ができるね。よし。手に入ったの見に行こう。いや。でも、これか。苗床の。おーは、今だけ？あー、ローはこれだけだね。これかっこいいね。お、あ、あったあった、大津。いいかな。行ってみよっか。まんまだね。まんまだ。ああ。じゃあ、ちょっと今回ここまでにして、次回この武器使っていろいろやってみようかな。新しいところもいけるようになったしね。ということで、動画見ている方はここまで、配信見ている方は引き続きやっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。いければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。